はい、畑中です。今回は聞く術について少し突っ込んだ内容の動画です。小難しく聞こえるかもしれませんが、なるべく分かりやすくまとめたつもりですので、ふーんと軽い気持ちで聞く術の話にお付き合いください。それでは今回聞く術の説明で取り上げるのは、寄せ棟や入りもやという屋根で使われる炭木という部材をメインに模型を使いながら解説していきます。立体幾何学的な技法として古い歴史を持つ菊術ですが、近代では明治以降、大学教授などが数式を用い解析されており、今なお研究対象となっております。とはいえ本来大工の経験則から編み出された技法なので、早い話やってみればわかるといった世界です。動画の目次となります。それぞれ差し金の辺の日の組み合わせをご紹介します。ではまず墨付けをする際の基本的な極を説明します。菊術では垂直のことを縦水と言い、水平のことを六墨と呼びます。この屋根の模型は四寸勾配で作りました。辺の比で水平に10、垂直に4の三角形が四寸勾配になります。ですので材料に縦水と六墨を書くなら、差し金で10と4の方を当てれば材料に垂直と水平が書けることになります。当然ですが勾配が変われば辺の比も変わってきます。この基本の縦水と六墨を覚えておいてください。次にたるきと炭木を簡単にご紹介します。たるきとは屋根板を支える部材のことを言います。炭木とは屋根と屋根が取り合う角部分の部材を言います。このたるきと炭木で使う菊術を解説していきます。以前の差し金の動画でも紹介しましたが、差し金には表側の表目と裏側の裏目があります。裏目は表目にルート2 1.4142 をかけた数字になっています。ですので裏目の10センチは表目では 14.142 センチとなります。なぜこんなややこしい目盛りがついているのかというと、例えばこの40センチ ×40 センチの正方形で、真ん中の20センチ ×20 センチのとこに斜めにかかる材料の長さを求めるとします。ここで裏目を使うと、はい、裏目の20センチの長さになります。これは数学で習った直角三角形の辺の比の理屈になります。炭木の長さを求める場合もこの裏目を使って求めます。表目と裏目を踏まえた上で平勾配と炭勾配の説明に入ります。まずは平勾配です。先ほど説明した表目で10と4の勾配を平勾配と言い、通常の屋根勾配のことを指します。それに対して炭勾配とは、炭木で使う裏目の長さに高さを組み合わせた勾配のことを言います。底辺の長さは裏目で出したものになりますが、高さについては変わりません。この炭勾配と平勾配を駆使して炭木の形状を差し金で測り出すことができます。さてここからは実際にどのように差し金を使って普通の角材に炭付けしていくのかを見ていただきます。まず山勾配を作っていきます。山勾配とはたるきと同じ高さで下っていく炭木上場のことを言います。それでは再び角材に戻り解説します。まず上場に
中心線を引いていきます。次に側面を向けて隅勾配で6積みを描きます。隅木の幅を表目で測り、その半分の寸法を使います。今回の隅木は幅5センチなので、その半分 2.5 センチを用います。ここで6積みに沿って隅木半幅の 2.5 センチを印します。この印を測り、毛引きなどで材料に隅を伸ばしてやります。これを馬乗り積みなどとも言い、たるき上刃の隅になります。中心線と馬乗り積みをつないだ形で切断します。馬乗り積みの話ですが、山勾配が馬の背中に似てるところからそんな名前が付けられたんだと思います。山勾配を取り、これで隅木の形状ができました。この躯体は心身40センチで、真ん中20センチにたるきがつきます。その心身で隅木に寸法をつけていきます。隅勾配になるので、裏目20センチと高さの表目8センチで、縦水を引きながら長さを取っていきます。隅勾配で順に長さを出していきましたが、直角三角形三平方の定理の計算式を使うことで隅木の長さを求めることができます。この場合の長さは 29.393 センチとなります。差し金と計算の2点で確認をすると精度が高まります。6積みを引き、表目で隅木幅5センチと半幅 2.5 センチを取って、3本の縦水をつけていきます。これらは防火材と隅木がぶつかる部分の芯積みとなります。この3本線を出中、本中、入中と呼びます。上場以外は残して隅を回してやります。長々と解説してきましたが、最後の章、長弦の勾配です。隅木の上場の隅は山勾配と隅勾配になっているので、上りと下りで長さが変わり、芯積みに伸びができます。この伸びは長弦の勾配を使うと隅をすることができます。それでは実践してみます。今回4寸勾配なので、平勾配で10と4を取ります。あとは残りの1辺を測ります。約 10.8 センチですね。ちなみに3平方の定理で計算すると 10.77 センチとなるので、近似値の 10.8 センチを使います。それで菊術では三角形の三辺のことを高校弦と呼びます。この弦項を用い、先ほどの弦 10.8 と弧10を組み合わせます。長い弦の方が長弦の勾配、短い方が長弦の返しとなります。この辺の比、長弦の勾配が隅木の上場の隅になります。差し金で 10.8 と10を合わせて、隅木の下がる方には長弦の勾配で隅を引きます。上っていく方には長弦の返しで隅を引きます。最後に貼り付けだるきの要領を説明して終わりにします。だるきの側面に平勾配で縦水を引きます。たるきの縦水の長さを隅木の縦水に移してやります。縦水の幅を毛引きで取り、引いてやります。
タルキ下場の隅を隅木の側面に移しました。タルキの上場には長弦の勾配で隅をします。これで隅木の芯をタルキに書いたことになります。長弦の勾配の精度について実際に確認してみましょう。丸ノコ定規を平勾配の角度でセットし、45度に返した丸ノコでタルキを切ってみます。ご覧の通り素晴らしい精度です。そして隅木を切る場合は定規を隅勾配に合わせて45度に返した丸ノコで切ってやります。機械による切断面からも長弦の勾配が証明できます。補足ですが、このタルキの隅は今までの解説が凝縮されていて、隅木の面の隅は芯より6隅で隅木半幅裏目、桜花材の芯隅は隅木の芯より平勾配となっております。いろいろ小難しい話をしましたが、こういうことを長年大工が差し金でやってきたということを知っていただけたら嬉しいです。今回はそんな菊術の話でした。この動画が好評でしたら、半勾配についての解説動画も考えております。ご視聴ありがとうございました。あ、顔出しを忘れてました。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。